これは、まあ、いる人といない人でまた人生が変わっていきます。もっと言うとお師匠さんなんていらないっていう人もいらっしゃいます、まあ、それはそれでいいでしょう、うん、つまり私がここでお伝えしたいのは誰の影響を受けていますかということなんです。 A、まあまあ、A というか今昨日前回から今回にかけて二極化してるって言ってるじゃないですか。つまりメンターがいると俺はね、うん、この場合 A だよ、あ俺はねこの場合 B だよっていうふうに割とメンターがいてくれるとこの二極化するときに中途半端にならずに済むんですよ、うん、くどいようですけど今回の動画前回の動画も含めて何言ってるかって言ったら中途半端が一番苦しいし結果が出しにくいんだよってことなんです。だから A でも B でも決めたら行こうよって、うん、だけど決める判断決断実行っていうのが怖いじゃないですか。まあ怖いって言ってたっても事業主だから決めなきゃいけないんだけど、そんな時にあなたが、判断基準とするランドマークというかマイルストーンというかあの軸となるメンター師匠こういうのがいる人といない人ではまたそこで人生変わって二極化していくんだというような話なんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね農作業しながらでも結構ですのでこちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。答えのない時代の二極化戦略セカンドということで、あの前回に引き続き今回もですね二極化戦略っていう風な話をねちょっと引き続きやらせていただこうかなというふうに思ってます。で今回はですねあの仕事編ではなくて改革編です、まあ、自分のね、まあ、マインドチェンジに、お役立てできるんではないだろうか、まあ、そういった内容をねお届けしたいと思います。で、まあ、前回同様ですね、まあ、我々経営者っていうのは常に判断決断実行もう全てにおいて判断決断実行なんです。でそれをね自己責任でやんなきゃいけないって結構ね大変な十字架を背負っている、まあ、それが皆さん方がやっている、まあ、農業だと思うんですよね。でまあ雨が降るって思えばじゃあ対策しなきゃいけない、どんなふうに対策するのかっていうふうに判断しなきゃいけない、ね、そして台風がもし来るとするならば上の被覆しているポリをビニールを、ね、剥がすのか剥がさないのか、ね、ハウスバンドをもう一回きつく締めるか締めないのか、ね、停電したするかもしれないからといって停電のために発電機を借りてくるのか借りてこないのか、まあ、そんなふうにその時その時で我々は判断してそして決断して実行しなきゃいけない、もしくは従業員の方を、ね、抱えてらっしゃる方々は実行させなきゃいけない、まあ、さらに言うと、まあ人材育成をしている方は判断できて決断できて実行できるような人材を育成しなきゃいけない、まあ、そのくらいこの判断決断実行というのは我々経営者自営業者にはもう不可欠なものになります。でそこで必ず出てくるのがこの二極化というのが出てきます。右ですか左ですか上ですか下ですか、それとも進むべきですか止まるべきですか、後ろに下がるべきですかっていろんな決断があります。その中で、A が正しいか B が正しいか分かりません、進んだがいいのか止まったがいいのか分かりません、なぜならば答えのない時代だからですよ。でこの答えのない時代に誰も答えは教えてくれません。この誰も答えが教えてくれない時代にもかかわらず我々は判断決断実行しなきゃいけない、そこで迷いますよね。迷ってる状態これを中途半端と言います。厳しいねごめんなさいね、中途半端なんですよ迷ってる時が、この時が一番うまくいきません。だから僕は今日、まあ、前回も含めてもう右左はっきり決めようっていうような話を誰から頼まれてるわけでもないのに勝手に、まあ、皆さん方にプレゼントしています。まあ本当ごめんなさいね、大きなお世話で。でもね皆さん方に本当成功してほしいというかうまくいってほしいというか、心穏やかに農業をやってほしいのよね。でそのきっかけになればいいなと思って、まあ、おせっかいおじさんなんだけどね、まあ、こんなふうに皆さん方にね YouTube を通しておせっかいさせていただいてます。さあ行きますよ。さあじゃあまず A、B 行きますよ。はい、じゃあまず皆さん方どっから情報を得てますかって、 A ネットから情報を得てる、 B テレビから情報を得てる、これどっちでもいいです。どっちでもいいですけれども、もう山下さんネットって嘘ばっかりでしょって、じゃあテレビは嘘ついてないのって話になるじゃないですか。何言いたいかというとテレビというのが誰に対して情報を主に出してるのか、ね、じゃあ逆にネットは誰に対して出してるのか、
ね、だから我々はこの、よくネットから情報を得てますよっていう A のパターンと、いや俺は B テレビからほとんど情報を得てますよで全く人生が変わるよってことです、うん、何度も言いますけども、こっちはこっちの道がある、こっちね、いわゆる A には A の道がある、 B には B の道がある、どっちが正しいではないです、どっちが正解ではないです、なぜならば正解のない時代、これを自ら社長、経営者、自営業者、事業主が判断、決断、そして実行するということになります。よろしいですか。さあ、じゃあ行きますよ。じゃあ皆さん方どの新聞読んでますか。 A 経済新聞、 B 民放の新聞、さあどっちの新聞読んでます。経済新聞読んでないよ。俺別に地元のローカル新聞だったり、読売や朝日や産経新聞や読んでるよって、うん、そもそも新聞読んでないそういう方もいらっしゃるでしょう。まあまあ読んでる人への質問です。読んでない人はもうそもそも論外になりますけどね。まあ要は、僕はもう A の経済新聞をもう20歳ぐらいの時からずっと読んでます。だから、まあ、皆さん方も、あ、山下さんってなんか経済強いよねってね、まあ、お金のことだったり経済社会だったり結構、まあ、自分で言うのもなんだけど詳しいでしょ。あれ日経新聞読んでる、経済新聞をずっと読んでるからなんですよ、うん、で経済新聞を読んでると世の中のことが分かる、うん、でこれ民放新聞っていうのはとにかく部数を伸ばさなきゃいけないから、どうしても、寄せちゃうんだよね、うん、部数がいわゆるあのエンターテインメントに、ね、寄せちゃう、うん、ということで、まあ、私はね、この経済新聞をもう皆さん方にお勧めしますけど、いやもう山下さんも経済新聞なんていいよ、俺民放の新聞でいいんだよっていうふうに決めてください。そしてそれでもうまくいく方法の方に転がしていってくださいよ、はい、最近の話題である生成 AI、 A 使う、 B 使わない、どうです、ね、この前ね、ノビジセミナーでさ、生成 AI とか DX の世界の話しましたけど、まあ大反響で、チャット GPT とかコパイロットとかそんなことできるんだって、ジムニーとか、まあ、今すごいよ。僕もちょっとさっき触ってたんだけど、もう音楽が作れちゃうから、もうそれもよ2分でできるのよ。2分よ、もうねもうビルボードチャートに入るんじゃないくらいっていういい曲がね2分でできちゃう、まあ、すごい時代なんだよね。まあそれは置いといて、さあ皆さん生成 AI 使いますか。いや使わないよ、そんなわけのわかんない AI とかさ、っていや関係ない関係ない、いらないいらない、使わない、どっちでもいいですよ、使わない、うん、まあ例えばうちの父とかも、ビデオあの何ていうの、ビデオデッキがあるじゃないですか。でまあビデオデッキでも今もうないけど、まあないことはないけど、まあ要はうちの親の世代っていうのはテレビを録画するっていうのがわかんないのよ、うん、だからもうどうしても水戸黄門を見なきゃいけないって思ったら4時にもう家に帰るわけ、うん、見たいから水戸黄門だから、いやいやそれ録画してて後でゆっくり見ればいいじゃんって言うけど、もうそんな機械は信用しないと。もしそれ取り損なったらどうするとか、機械が壊れたらどうするとか、信用してないわけ。だから必ずもう4時になったら水戸黄門見るために帰るわけまあいいんだけどそれで、うん、つまり新しいものを否定して使わないっていうタイプの方もそれはそれで貫いていけばいい。ただ、新しい生成 AI とかも使うっていう判断もあります。で結果新しいことに挑戦する派ですか、それとも B しない派ですかっていうところにやっぱり話は流れてくるわけ。でも何でもかんでも挑戦すれば一丁もんでもないからね、うん、だからぜひね皆さん方、あ自分は新しいことに挑戦する派なんだろうか、いや僕は石橋を渡えて、みんながやってから成功するって分かったからしか動かない派なのか、こういうのも自分の中でね基準軸っていうのを持っておいた方がいいと思います。さあちょっと話変わりますよ。さあ経営や販売、そしてお金の使い道など A 自分で判断できますか、 B 組織で判断できますかってことなんです。これ自分で判断できるっていうのは何の組織にも属さ、まあ何の組織っていうわけでもないけど、とにかく自分で決定権を持ってるかってことなんです、うん、でもこの組織で判断する、これ家族だったり法人だったりもしくは農協だったり、JA だったりというふうに例えば、うん、自分たちの部会とか自分たちの会社で、方針を決めて、でみんなの意見を聞いてから、物事を進めなきゃいけない人たちは B ですよね。ところが A 個人事業主で自分で判断できる、自分でお金の使い道も決める、どこに売るか、どうやって
あそこに売らないか、値段をいくらにするかって自分で判断できるのが A、 もしくはいや一旦、部会や組織や、会社に諮ってから、決断する、これが B になります。これもどっちがいいとか悪いとかではありません。さあ皆さん方どっちを選んでますかって、これが中途半端に、いや自分でも決めきれないし組織に決めてもらうのは嫌だってそれ中途半端ですよ。それ苦しくないですか。はい、さあじゃあここから仕事をしていく上で、 A 人を雇えるんだけどあえて雇わないっていうパターンと、 B そもそも人を雇えないっていうパターンあります。さあ皆さん方どっちですかってことなんです、うん、あえて人を雇わないっていう戦略を取ることもできますし、そもそも人を雇わない、結果的にこれは人を雇ってないんです。結果的に雇ってないんだけど、雇えるんだけど雇えないと雇えないとは意味が違う。さあこれ A と B かなり人生分かれていきますよね。これも今二極化しています。まあ、私もねこういうね農業コンサルみたいな仕事をしてますので、これ結構重要なポイントで、あここは人雇えるけど雇ってないんだと、あここは雇いたいんだけどそもそも雇えないんだって、もう絶対こう分かれますよね。はい、次、じゃあ金融機関からの融資は受けられる、 B 受けられないって、これも大きく分かれるんですよ。社会的信用、金融機関からの信用、金融機関からの融資が受けれると受けれないではまあ運命の差が出てきますよね。はい、そしてじゃあ財務、そもそもいや税金払うことは嫌じゃないよって方もいらっしゃれば、 B 税金は払いたくないっていう方もいらっしゃいます。もちろん皆さん税金は払いたくないけど、それでも税金を払うことは嫌じゃないよっていう風な二極化しています。二極化、うん、なぜかって言ったら、僕もですね最初 B だったんですよ。税金とか払いたくなかったんですよ。ところがもう諦めました。なぜかって言ったら、マイナンバー制度が始まって、今インボイスが始まったわけでしょ。もうね財務省はどうにかやって、1円残らず税金を吸い上げるって言葉は良くないな、納税は国民の義務ですからね、お金を取る仕組みを固めてきます。だから逃れられません納税にはね。であるならばもう税金払うことはもう、当たり前なんだ、普通なんだ、節税をするとか、まあ、脱税なんてとんでもないんだけど、それはもうなしだよっていうふうにもう思ってた方がいいです。さあじゃあ逆に利益が出たら皆さんどうしますか。 A 投資をする、 B 貯め込む、ね、これもう当然今までの日本というのはこの貯め込む文化が多かったんですけれども、まあ、最近ではね さらに投資していこう、さあその投資も、まあ投資信託であったり株だったり国債だったりっていうふうな、そういう、財テク系にまあ投資する、もしくは土地リートなどに投資するっていうのもあるかもしれませんけれども、まあまあこれから先は人に投資するっていうのが今、ポピュラーだというふうに言われてます。で一方、いやいや信用しないよ、俺は現金で持っとくよ、通帳の残高が増えていくのが楽しいよって方もまあいらっしゃいます。はい、そして資産を形成するならあなたはどっちですか。 A 無形資産を形成する、 B 有形資産、これなかなかハイレベルな話になってきます。さあ今まで日本、まあ日本だけのみならず、有形資産、いわゆる目に見える資産、ビルが建ちました、いい車に乗りました、でかいトラクターに乗りました、畑が広いです、山がありますっていうふうに有形資産を持つことがステータスだと言われてきましたが、さあこれから二極化いきますよ。5年後10年後もしくは20年後30年後、無形資産を持っててどうやって言ってる人はちょっと、どうなのかなっていうふうな時代に突入していきます。それよりも無形資産、経験体験、そして、知識や教養、そういったあの目に見えないものをたくさん持ってる人の、まあ、評価というのが実は高くなるというふうに私は見ています。ですからこれは A がいいですか B がいいですかっていうのところで、今 B が主流ですけど、僕は個人的にこれから A の無形資産を形成するっていうのが、まあ、おすすめですよっていうふうに思っています。さあそれも踏まえて、その根拠なんですけども、時代をどう捉えるかに関わってきます。風の A、 風の時代だと捉えるか、 B、 土の時代だとか、まあこれはね、先生学の中に出てくる言葉を引用してますので、ちょっとピンとこないかもしれませんけど、まあこの風の時代っていうのはこの先ほどちょっと出てきました無形資産に近い言葉で、まあ
目に見えないところ、思いやりだったり絆だったり、そういう例えばお客さんとの関係性だったり、ネットワークであったりっていうふうな、あのお金で買えない目に見えないもの、こういった時代に今入ってきています。もうすでに入ってますよ。そして土の時代っていうのは学歴だったり、権力だったり、もしくは、役職だったりバッジだったり、それこそ貯金額だったり売上だったりっていうふうな、まあ、目に見えやすい、評価がしやすいような時代では我々は生きてきた、だけども確実にその目に見えるだけの時代から、この目に見えないものに価値が今移りつつある。これを土の時代から風の時代へというふうに言います。さあ、それを踏まえて付き合うならどっちですかって話なんですけれども、二極化しています。この承認的な人と付き合っていくのと公務員的な人と付き合う、これなんか両方とディスってるわけではないですよ。公務員的な人っていうのは堅実で、石橋を叩いて、まあ、渡って確実な路線をまあ行くような、まあ、人たちになります。そして承認的な人っていうのはリスクを取ります。商売ですから、ビジネスでリスクを取ります。でリスクを取ってでも発展していこうというのが、まあ、A の考え、まあ、B はリスクを取らないとまで言いませんけど、割と、保守的な考え方を持っている方が、まあ、多い。まあその表現がね、公務員的なって表現が、まあ、ごめんなさいね、公務員の方はいいかどうか分かんないけど、さあじゃあそこでどっちと付き合うのがいいとか悪いとか私の口からは言えません。ただ二極化しますので、承認的な人たちと付き合っていく人生と、公務員的な人と付き合っていくというふうに、本当に二極化するんですよ。交わらないんですよ。はい、今回ね、僕がお話しているこの二極化っていうのは、とにかく交わらない。だから敵対するんではないですよ。あそっちなんですねと、あこっちなんですね、今まではこっちとあっちが怖かったから、なんとなくこの辺でもやもやとこうオーバーラップして、この重なり合って、まあまあみんな中流社会だよね、みんな一緒だよねっていう時代だったのが、私は赤です、私は青ですみたいな、ああそうなんだってなるわけで、そこで赤が、ああ赤なんだ、ああよかったですねで済む話、ああ青ですか、ああよかったですねって済む話、これをなんとなくグレーが一番いいよみたいな時代じゃないんだっていうのが、この二極化戦略になります。さあそういったことを踏まえて、さあ皆さん方、このお師匠さん、いわゆるメンターと呼ばれている人いますかって、もしくはいませんかってっていう風な話になります。でこれは、まあ、いる人といない人でまた人生が変わっていきます。もっと言うと、お師匠さんなんていらないっていう人もいらっしゃいます、まあ、それはそれでいいでしょう、つまり私がここでお伝えしたいのは、誰の影響を受けていますかってことなんです。 A というか今昨日前回から、今回にかけて二極化してるって言ってるじゃないですか。つまりメンターがいると、俺はね、この場合 A だよ、あ俺はねこの場合 B だよっていうふうに、割とメンターがいてくれると、この二極化するときに中途半端にならずに済むんですよ。くどいようですけど、今回の動画、前回の動画も含めて何言ってるかって言ったら、中途半端が一番苦しいし結果が出しにくいんだよってことなんです。だから A でも B でも決めたら行こうよって、だけど決める判断、決断、実行っていうのが怖いじゃないですか。まあ、怖いって言ってたっても事業主だから決めなきゃいけないんだけど、そんな時にあなたが、判断基準とするランドマークというか、マイルストーンというか、あの軸となるメンター、師匠、こういうのがいる人といない人ではまたそこで人生変わって二極化していくんだというような話なんです。さあそしてね、最後になりますけど、最終的にね、私が一番伝えたいのはこのマインド、心ですね。皆さん方が普段から、心、ね、は、解放されていますか、それとも洗脳されてますかということなんです。我々は何かしら支配されています。時間だったり家族だったり、地域だったりお金だったり、もしくは体の健康だったり、コミュニケーションだったり人間関係だったり、いろんなものにこう支配されて、いつもこの重圧というかストレスをね抱えていると思います。だけども二極化していきます。いらっしゃるんですよ、なんか心が解放されてる人。まあ割と僕も解放しちゃってて、あの何にも属さない、何にも洗脳されてない、まあなんかやっぱ僕もなんか影響は受けてるんだけどね、解放されてるわけ、だからああそっか、俺まだちょっと何か支配されてるわ、洗脳されてるわと思ったら、解放されるように頑張らなきゃいけないし、いやいいんだよと、俺はもう10あれば10に従うから、そっちの方が楽だからっていう人も当然いらっしゃるわけ、それでいいわけ。
くどいようですけど一番大変なのが中途半端ということになります。はい、まあ、今回の話ね、ちょっと、不思議な話で変な話だったかもしれませんけど、我々経営者、事業者、ね、そして社長というのは常に判断、決断、実行が迫られると。でその中で、二極化しています。で答えのない時代での二極化というのは非常に、ね、判断、決断、実行が怖い、心配、不安、そして迷う、うん、だけどもこの迷っている段階のこの中途半端というのが一番苦しいんです。さあということで、A か B かあなたが決めて、あなたがよしこっちの道なんだっていうふうに決めて貫く、そういう人がですね、僕はね、今から活躍できるんじゃないだろうかというふうに思っております。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。